はい、こんにちは、順蔵です。今回ですね、ドットジル、まあ、裏宗家の戦略、裏戦術やっていくんだけど、このドットジルが強いらしい。なんか俺たまたま持ってたんで使っていこう。で、何が強いかいまいち分かってない何が強くて使われてんのかいまいち分かってないんだけど、まああれかな、アシスト回復4ターンできて HP1 個漏れます。で、超覚醒でスキブつけれんだ。で、スキブ6個つけれて、で、4ターンで76マスか。この76にできるっていう盤面の変化、これが強いんかな。で、回復水もエンハンスト4ターンで打てんの強くね。で、ちょっと今回ね、ガッチガチに組んできた。ちょっともう本当にあのコンクリートバリにガチガチに組んできたんで、やってこう。で、裏千住さ、俺まだ勝ってないんだよね一回も勝ってなくて、ちょっと今回動画に残したいなと思ってる、勝ってるやつを。で、わだつみやまつみね。もうこれ言わずもがな強えってやつ。遅延4つ、HP 強化プラス振って、伊之助。伊之助はまあ、HP 漏れるのと7強で持ってきたわ。まあこれ、まあ何でもいいと思ってるけど。で、エアクールね。これも初めて使う。このキャラも初めて使うんだけど、どうなんかな、これ。4色強化あるけど、まあ回復努力を持ってるし、スキブ6個で、なんか20ターンでめっちゃできるしね、強いと。遅延4つ HP 強化で半減ついてんだ、いいね。で、ドットジルスキブプラスにしてアシスト回復で、このクロミちゃんね、クロミちゃん持ってきた。あ、ちょっと待って、フレンドさんさ、ちょっとあれにすっか、時とのあの自分じゃなくて、自分だとこの武器かちょっとあれがいいな。ハロウィン恐竜がいいです。ハロウィン恐竜の方いますかね。あ、いた。急遽ハロウィン恐竜の方にしてきた。で、遅延4つドラゴンキラー2つ振って水マーベルね。まあこれは10強と、まあ、回復強化とか、まあ、10強で持ってきた。で、2体目が遅延4球ドラゴンキラー2つでコールね、アイノスコール。これはまあ泥強あって強いね。泥強3つ持って強い。で、10強と。で、フレンドがハロウィン恐竜。雲耐性チーム HP 10強と強いね、これ。いや、なんで俺ハロウィン恐竜持ってねえんだろうな時藤くんだけなんか3体持ってて、ハロウィン恐竜1体持ってないっていう、なんか悲しいね。はい、やってこう。で、まずどうなったんだ、まずどうするんだまずどうすんだこれ。うわー、待って、遅延食らった。嘘、あと3ターンだよ。あと3ターンだたまっ、あれ、スキブ足んなかったぞ。あらー、待った。ちょっと待って。これして、で、水木回復で半減か。水木回復、オッケー。水木回復、オッケー。これで、水木回復、呪文。呪文のように唱えてるけど。これで半減腫れて、腫れるよね。半減腫れて、耐久できる。オッケー、できる、できる。来た来た来た。で、オッケーオッケー。あと1ターンか。そっか。ごめん。シンプル下打ちしちゃった。で、ここ、4消しをします。これ、落としてる。めっちゃ落としてる。もう、三段バラ。メタボリック症候群。これで。で、まあ、弱化多いです。オッケー。これで耐久していくと。あ、いいね。いいね。なんか、がばってるね。がばってるけど、いいでしょう。死なないなら OK と。OK。で、クロミちゃん打って、で、これ打って、エアクル一応先打っとくか。打ちます。で、時藤くん打つ。で、時藤、あ、これも打ってもいいですか、皆様。これ、あ、でもこれあれかな。あ、でもこれ先に打つか。4ターン保つし。で、時藤くん打つ。で、時藤くん打つ、オッケー。いや、全部溜まった気持ちいい、今の。まあ、これでいいか。適当コンボで。いや、今ね、日向坂46、日向坂46の生配信やってんだよね。見て。超見て。俺はね、あれなんだ。日向坂46の大ファンですって、お日様。お日様なんだけど、これ29万あるわ、すごい。お人もなんだけど、ニブちゃんっていうね、めちゃくちゃ可愛いニブちゃんっていう子が推しなんですよ。推しなんだよね。これでまあ、ちょっと平積みでいっか、平積みすっか。ニブちゃん推しですね、ニブちゃん推し。
ニブちゃんがね復帰したんだよ今年。なんか今年のカウントダウン TV で年越しライブで復活したんだよね。うわ感激すごく感激してる。本当に推しが復帰するっていうのは本当にかけがえのないあれですよね。感激というか嬉しかったね。でいやニブちゃん見てほしいちょっと待ってトークおかしいけど、これがいいのか、こっかけるようがこれが打てるんか、なるほどね。いやニブちゃん俺の実況見てくれたらやばいかなニブちゃんがもし俺の実況見てくれてたら絶対ねえけどね、絶対 100% 天地がひっくり返るぐらいないけど、もしあったらマジで焦点しちゃうね俺キモいトークキモいって。いやマジで逆にというか YouTube 始めたこの実況、あのパズドラっていうか YouTube を始めたあれ目的っていうのなんかなんていうのきっかけがね、まあ結構暇だったからっていうのある暇だったからっていうのは あるけど、打つか、待ってチャージが入っちゃった、マジ、あ2段チャージだ、 OK。 まあ結構暇だったからっていうのと、まあ、なんか面白そうだなと思ったのとが、まあ、じゃあ、まあ、第一前提であるんだけど、結構ね密かな理由で、これ無効貫通でいける？密かな理由で、ニブちゃんに見てもらいたいっていう、なんかキモいトークが。ニブちゃんがすごい。じゃあなんでパズラしてんだって話だよ。ニブちゃん絶対パズラしてね。ニブちゃんどっちかっていうとあれだ。エーペックスとかね。バロラントとか。そういう実況者、そういうゲーム実況の方を見るかもしれんけど、あギア戦対戦危なかった なのにパズドラでそれはないなと思ってるけど、まあちょっとねそういう夢があるっていうね。夢はだから俺の夢はニブちゃんに実況を見てもらいたいという気持ち悪い。本当になんかやばい、俺なんかもうカットや、これカットしようこれちょっとボツや、カットしよう。で12コンボして、まあこれでまあ吸収されてんのか、あでもいけるわ誰か吸収やったわでいいことしてあげる、ありがとう。でこれあー溜まってねえのか、ちょっと自力で10個もいくか、自力で10コンボいこう。これでまあいいでしょう、こうかな、 OK。で5678、あそっか、コンボ加算なのか、コンボ加算ありの OK で倒せいの、倒せぶ OK。 強いな時藤くん、やっぱ強え、てかわだつみ、やわつみがやっぱ強え、これもやっぱ強い、地味にめっちゃ強え。いや交換しました、みんなこれ15体とか、まあ、交換、まあガチャから出す手もあるけど交換しましたかみんな。俺はもう交換でやったかな、もう交換でもう全部あれしたわ、これ平積みして交換したかなっていう。いいんじゃない、お、うまい。あちょっと水が、右上の水が焦げしになった、カタカナの焦げしになったけど、でコン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 、ボカさんして倒せる、いけて OK、 呪ってあげる OK、 祝ってあげましょう。で5回ですね。いや俺今ねハンターハンターコラボ復刻来るじゃん、やばい嬉しい、やばい嬉しい、うまい安い早い吉野家って感じでめちゃくちゃ嬉しいんだけど、あこれ溜まっちゃうな、ちょっと打つかこれ、めちゃくちゃ嬉しくて、これハンターハンターは全巻持ってるんだよねこれなんか意外というかなんかあれかもしんないけど、ハンターハンター全巻持ってるんだよ。あー待って、パニック OK、 これでいいか、ハンターハンター全巻持ってまして、あでもね前巻読んだ、あの36巻かな、今あれか、去年だっけ、去年か2年前に発売したよね、最新巻持ってねえわ最新巻持ってねえんだけど、なんか36巻ぐらいまで、あここいいね、36巻ぐらいまで持ってまして、絶賛今読み直してるわ復刻までに読み直してるから、なんかね俺、まあ、今ってさ結構電子書籍、あーやばい、パズルこれでいっか、これで全部回復、あすごいね、
まあ、今ってもう本当にもう主流になってんのってさ、電子書籍とか、電子書籍紙をめっちゃ噛むんだけど、もういいや。もういいや。で、2でしょう。で、回復。まあ、電子書籍がさ、一番今、なんて言うんだろう。まあ、現代でまあ普通に、こう、課金とかしてやるじゃんか。俺結構ね、この単行本っていうね、なんか、単行本で読む感じ、あれ好きなんだよな。この紙で読む感じ、紙で読む感じがすごい好きなんだよ。紙でこうペラペラめくって読むか、あ、俺さっきあれか、8コンボ現象で死んだんだ。8コンボ現象で10コンボいかずに死んだんだ。なるほどね。じゃあこれ、待てるし待つか、待てるし待つか、オッケー、待てるし待つか。なんか芸人みたい、ピン芸人みたい、なんか芸能人の名前みたいで、ちょっと待つ。でね、実はこれめちゃくちゃここで死んでる。もうここで3回ぐらい死んでて、次ゼロが来るんだよ。これひどくない？ HP 半減固定からの先生、でっかい先生、ちょっとひどいね。やっちゃいけないっす、これやっちゃいけないって感じで。もう一旦待ってます。で1でしょう。でここでこれ1位のこれ1位の半減1位ので、突撃の OK で突撃の人いこう。で実はゼローグ突破したんだけど、ゼローグまで突破したんだけど、あのゼローグでも負けた。ゼローグでも負けた。だからここはね、もう、まあ、これしか対策ないね。ミラクル打つしかねえわ。これしかなくて倒していこう。いける？オッケー。勝ちてえなー。裏選球。裏選球。裏選球ってなんかかっこいいな。ギャグみたい。一発ゲームに、芸人のギャグみたい。で、ここ半減張ってるんでオッケーと。で、ここね、一旦待たんといかんっていう。これ一旦待たんと、このあれが来るね。あいつ。明智？違うわ。石田か。石田三成。あれが来るんで、ちょっと対策っていうか、それの対策で、ちょっとね、この、あれかな。一旦待つっていう。一旦待って、あ、もう一旦かな。もう一旦か。もう一旦待つっていう。それで耐久して、もう一旦待つっていう感じかな。いやー、裏選球ちょっと難しいんだけど、俺には結構難しいわ、裏千住。で、これ4消しして、OK、これでいいかな。まあ、水キー回復含ませて消しておけば OK でしょうと。で、なんかね、よくコメント欄でいただくんだけど、なんか焦ってるみたいな、実況のなんか焦ってるみたいな言い方される、あのコメントいただくんだけど、あの、焦ってないです、全然。なんかこういう喋りなんだよ。なんか、普段はもっとおっとりしてるかな。もうちょっとゆっくりゆったり喋ってるんだけど、いけるかな、これ。もうちょっとゆったり喋ってるけど、まあ、実況で言う、なんか実況のテンションがいつもこういう感じなんだよ。なんか、焦ってる感じに見えちゃうんだよね、やっぱ。なんて言うんだろう。まあ、そんな感じかな。OK。これで。まあ、焦ってないかな。焦ってないというか、基本的に純粋に早口っていうね。基本的に早口なんで、まあ、その早口は直した方がいいと思うけど、もうなんか、実況のね、速度がこんな感じになっちゃうね、俺。もう、期待しています。お、マジっすか。期待されちゃった。急コンボ現象、マジか。うわ、これ突破できんかったら終わりか、これ。76にすっか。強いな、これ。裏千住こんな難かったっけ。こんなむずいっけ、裏千住って。で、組みます。オッケー、オッケー。まあ、限界ですね。これでまあ、10コンボいった、オッケー。ナイス。いける強い。やったぜ。で、もう全開してる、30万近くだよ。で、耐久できると、素晴らしい。吸収。また吸収？むずくね？え？あと4ターン。あ、1ターンだ。7ターンか。ちょっと待って。20億。で、これ4消し踏ませて、
まあ、たまたま4消しだったわ、これ。これマジか。え、なんか裏千住むずくね。こんなむずいの裏千住。勝てる人いんのこれ。で、倒してます。倒せません。うん。はい、削る削る削る。すごい削る。小学校の鉛筆削りぐらい削っちゃった、これ。4消し4消し。これでどうすか？これでどうすか？これで、おう、どうすか？で、で、コンボカさんが入って、これ、副属性で行ってくんねえかな？いい感じに行ってくんねえかな？副属性で。副属性でパンチで、無理でした。無理でした。これ、もしかしたら耐久できんな。これ、耐久できるわ。あと2ターンでしょう。4消しして、これでいいんじゃねえか。まあ、これで消していこうぜ。これでも4消ししていこう。まあ、これでいいでしょう。10コンボ行きました。11コンボ12コンボして、この吸収された後どうするんだろう。何捨てくんだろう。この吸収終わったタイミングでキスとかされたらどうしよう。チューされたらどうしよう。これで、これ打って、あと1ターンか。いや、頭使うなパズラって。なんかチークゲームって言われてるけどね。よくなんかパズラってさ、チークゲーム、なんか頭を良くするゲームって言われてるけど、本当にそんな感じで、でこれ打って、時と打って、和田山も打って、和田山って言いにくいな、こうかな。まあ、これで OK かな。まあ、これこうすっか、こうかな、こうかな、 OK で、まあこれでいいでしょう。そこが気になったら、まあ、気になって意味ないけど、これで89、まあ、コンボカさんがあって落ち込み入った、熱い。これで18、松坂大輔の背番号で倒していこう。 OK。 いいね。10回、勝てそうだぞ。フラグじゃねえぞ。正宗一旦暴れん坊将軍、 OK。 暗闇弾くっけ。やべえ、弾かねえ。やべえ、弾かねえ。まずいまずいまずいぞ。弾かねえぞこれ。ちょっと保険で打つか、これ。エアーで、これさ、エアーも来る。ジルも打ちてえな。まあ、いけそうじゃないこれ。よ、あ、でも無理かな。これ盤面で10コンボでしょ。あ、違うか、盤面で6コンボか。6コンボ減少プラス6コンボ加算で相殺されて0コンボで、リーダースキルの4コンボ加算で6コンボか。6コンボ出るかなこれ。6コンボ出るかな。ちょっとさ、打つか。打っちゃう打っちゃう。打たない後悔より打つ後悔と。木でしょう。水でしょう。木で、木か、それ木か。で、避けつつ、OK。まあ、こんな感じでどうかな。いいんじゃない？いっぱい指使おう。これで。で、90、あ、いけたな。まあ、なんだかんだいけるわ。で、倒せます。いける？よっしゃ。よっしゃ。裏千住勝ちてえな。11回、お1位ね。お1はお1位ね。マジかちょっと待って、これさ、これ消してるな、消えてるな、怖。まあ半減張ったら大丈夫かな。これ半減で大丈夫でしょうか。半減激減、うわ遅延やばい。え、ちょっとこれあれだ、この盤面で行こう。えらいぞ、この盤面で行くのはえらいぞ。で、これで、いやー、これでなんとか耐久、オッケーオッケー。これ耐久して、で、溜まる、チャージが入る、黒い頭蓋骨。うわ、ホラーじゃん。ホラーゲーやん。で、ちょっとこれ打つか。なんとか耐えれそうだった。オッケー。でも、待ってみんな、これ、10というか、この何してくんだ、この次、この10コンボ吸収終わったタイミング何してくんだ。やめてやめて、ぶん殴ってこないで。キモいわってぶん殴ってこないで。なんだ、あ、おお、苦悩、あ、大丈夫、悩んでるの大丈夫、話聞いてあげようか。弱体化、あー、なるほど、それだけ。それだけならいいでしょう。まあ、倒せるでしょう。これで、あ、スラスラ。マジでスラスラ。
マジでスラスラ、このパズル、パズルスラスラじゃない？やべえ、待って、水が入った。ナイスナイス、いけ、にゃっしゃー、にゃっしゃーってなんだ。12回、よしか。じゃあルーレット、ルーレットはあと1ターンだ。オッケーオッケー。まあこれでもあれかな、ルーレットじゃないところ、じゃない方芸人で、じゃない方芸人のところで組めば倒せるでしょう。これでオッケーかな。オッケー、これで火になったら火、オッケー、斜め入った。これで、まあ、平積みでいっか。ここら辺はもう向こう張ってない敵は平積みでいっか。強いね、ジル結構裏千住適正、未調新鮮適正高いね。オッケー、手越しみたいな。オッケー言っちゃったけど、13回、陽気比、うわ陽気比下地があるな。で、あー嘘。ちょっと待って、耐性降ってきてないわ俺、耐性降ってね。でもこれなんか全パラ 4.4 倍だ、これ耐えれそう。耐えれそう、4騎士セブ耐えれそう、耐えてほしいな。頼む頼む、ちょっと待ってね、これやべえ、待って、なんかいいでしょこれで。これで7、8、これでも倒す、倒して、もう倒して。倒せねえよな、うん、水5個以上だったわ。覚醒向こう、オッケー。なんだ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 、お、耐えれんね耐えれんね。でなんとこの毒花火、毒花火も大丈夫と、大丈夫と、素晴らしい。いや勝ちてえ、マジで毒残った。でまあこれでいいか、平積みでいいか、平積み先生、平積み先生でいいか。で木にして水、あー無理かな、ちょっと限界、もう限界。もうパニックパニックパニック。うわ縦の、あ水降ってきた、水の水域入ってきた。でどう、倒せ、いけ、おっしゃー、リダチェンも関係ねえと、そんなの関係ねえと、オッパッピーとチントンシャンテントと、でアテナ、いやー超暗闇か、これ降ってくる量によるな。これどんだけ降ってくるかちょっと怖いな。でこれ回復力現象さ、次ダメージ食らった後に、ダメージ食らった後にあれしよう、使おうかな、使っちゃおうか。なんかこの闇アテナの右足、なんかなんだこの粘土感。すごい粘土じゃないこれ、なんか紙粘土の作った足みたいな。で倒していこう、ボスバトル、オッケー。千住裏瞑想せし千住流、オッケー。うわーこれ一旦待てる、待てる、待てないかな、待てないかな、これ大結構降ってんな、チョグラミ。まあこれめんどくさい、もう確認すんのがめんどくさい、もうこれでいいか、いいやこれで、これでエルチも入ってる、オッケー。うわ熱い熱い熱い、ジュニコンボ強っ。強っ、めっちゃ強い、マジ4分の1やで、これ攻撃力4分の1、きた、裏千住勝てるぞ、初勝利なるぞ、初勝利なるぞ、初勝利して、佐藤勝利して、10個も吸収耐久できる、 OK。 でこれ打って、あでも勝てそうじゃないこれ、本当に油断してる俺。10コンボ、まあ、これで10コンボいってっかな、なんかて、なんかパズル終わってるけど。パズル、変なパズルしてる、独特なパズルしてるけど、まあ、これでまあ10コンボいって、平積みなんだけど、まあ、あーダメだ、待って、10個も吸収でした、めちゃくちゃ肩が痛い。これさ、これ半分いった時に打ちて、この76で、これトゲが多いな、トゲ多すぎれんですって、これトゲが多すぎ、多すぎれんだけど、これでどう、4ゲ仕組ませて10、ダメだ。ダメだ、怒ったりする、これサウザントプレッシャー、インプレッシ、インプレッションで、これうわ大丈夫かこれ、ちょっと待って、これもうちょっと真面目にパズルしよう、
うん、まあトゲとかさ、もうあんまりトゲになんか怯えないでやっていこう。これで OK、 これでどうですか。10個もいってそう、11個もいってそう。 OK、 12個もで、どう、倒して。あ、コンボ加算めっちゃ入った。倒して、硬っ、カッチカチや。ザブングルですね、カッチカチやで。関西弁のザブングルで、これうわー、でもこれさ、コンボ現象終わったから、あーやばい、刺されすぎ、やっちゃった、これやりすぎ、これやりすぎ、コージーかな、これ4ゲシ頑張れ、4ゲシ頑張れ、エアフル頑張れ。10コンボでコンボ加算が入って、オッケーオッケーオッケー、倒せるかな、いいですね。で、半分切ってサハラジャタイム半減、インプレッションダウン、うわ悲しい。サウザンドウェーブ、はぁ、あ